やっぱり何を考えてるのかがわからないっていう、なんかそういう人をやっぱり常に意識してたかなって感じですかね。まあ、彼なりの、 ポリシーだったりなんか真実はあるんだろうけど、それがこう周りには伝わらないというか、まあ、監督からもそういう指示がやっぱすごく多かったので、ひょうひょうとしてるんだけども本当のところはなんかよく分かんないなっていう人で、なんかこうずっとこのなんか微妙な振り幅の中で演じてたかなっていう感じですかね。なんかね、気持ちの深度で言うと彼女はいつも私といろんな話をするときに我々はってこう僕とこうまとめて言ってくれるんですね。でそのためにごめんなさいちょっと一緒にしちゃってごめんなさいねとかって僕も言うんだけど、確かになんか似てる考え方がいろいろ似てるという、我々みたいなのすごく苦労しますよみたいなことなんか彼女は言うんだけど、分かるなって、なんか現場もたくさん気を使って楽しくしてくれてるのかなと思いながら見てましたけどね。私の何ていうんですかね、短い役者 の、 あのキャリアの中でも多い方ですね、小池さんとの共演というのはね、本当ありがたいことなんですけども、だその都度緊張するというか、決してなんて言うんだろうな、周りを緊張させることは何もしてない人なんですけどね、怒ったりもしないし、ちゃんとやろうよみたいなこともないし、すごい気さくでいい方なんだけど、やっぱ佐藤浩市という存在があまりにも僕らこう役者にしてみたらこう すごすぎて勝手に緊張するわけですよね。なんかなんだろうね、あのとてつもない人を凍らせるオーラというか、まあ、僕ら世代だとどうしてもやっぱりその北斗の拳で言うとやっぱラオウですよね。来たねおいみたいな、このオーラ解除来たよみたいな。やっぱ監督かな、最初やっぱりこう打ち合わせとかで会った時にはものすごい話しにくい雰囲気があったんですよね。特に一番最初会った時とかは、ところが大変話しやすいし、すごいテイクも多いって聞いてたし、まあ、実際多いとは思うんだけど、だけどそのなんとなくもう延々と撮るってこともなかったし、とってもちゃんと気を使ってくれる方で、それがちょっと騙されたなっていう感じかな。なんか可愛いんだよね、なんかね、すごい可愛い、うん、いい意味で騙されてたなって感じはしましたけどね。廃刊の危機を迎えた雑誌編集長早見、一瞬で切られるぞ、こんなもん絶対無理だ、まだまだ雑誌だって戦えるんだから、熱き男に動かされ彼らには感動、いやこの笑顔を信じてはいけない、結局この人の仕掛けにはまった、立ちはだかるクセ者たちとの騙し合いバトル、早見が仕掛ける大逆転の奇策とは、騙し絵の牙、人を騙してそんなに面白いですか。めちゃくちゃ面白いです。公開決定。